お願いします。隊長として部隊の指揮をするための講義を始めます。もしかして勉強？ええ、精子をかけるのでビシバシやります。ちなみに同じ講義を受けた山脇さんは自力で立てなくなって担架で運ばれて部屋に帰りました。怖すぎる。ついに来たー、日曜の朝が来たー。すげえ嬉しそうだな。だって訓練ないんだぜ、休みなんだぜ、テンションうなぎ登りだぜ。なら最初からマックスでいいだろ。なんで上がっていってる途中なんだよ。まだ朝だからさ、夕飯の頃にはマックスになる。手遅れだろ、もう一日が終わろうとしてるのにそこから何始めるんだよ。パルクール。また厄介だな。どこを走って飛んで登るんだよ。どうか。すぐ壁か天井にぶつかって終わるだろ。窓を割って外に飛び出す。ちょっとした事件になるわ。あいつを育てたのは私だと老後に誇りたい。しかもお前はコーチなのか。 31A、 直ちに司令官室に集合。ん？呼び出しかいな。なんや。いい予感がする。よし行こう。だから普通悪い予感だろ。どれだけポジティブなんだよ。あれ、 31C がいるじゃん。やんのか。望むところよ。クククやっちまうでっけすよ。人気の多い奴らだな。誰に呼び出されたと思ってるんだ。静かに、司令官から通達があります。そうでっけしたか。くそ、命拾いしたな。それはこっちのセリフだよ。もうお前らでチーム組めよ。あなたたちには訓練としてダンジョン攻略をしてもらいます。ゲームのようなワードが唐突に飛び出してきたぞ。ダンジョンというのは通称よ。基地を出て北に向かうと演習場があるの。その近くの洞窟にキャンサーが密集しているわ。明日をスタートとし、金曜日までにより深い階層に達した方を A とします。ふっ、面白いね。こいつは負けられないな。ギザギザに切り刻んでやるでゲスよ。ビリッビリに感電させたる。もう一緒に戦えよ。入り口までは七瀬が引率するけど、ダンジョン内はあなたたちだけで攻略してもらいます。近くに紹介中の先輩部隊がいるから、緊急時には通信で助けを求めなさい。あなたたちにとっては初めての実戦、十分注意して臨むように。燃えてきた。あなたたちやるわよ。おおてき、ほどほどにやるでござる。実験に戻りたい。相変わらず温度差が激しいチームだな。ここでみんなを鼓舞する一言を発しよう。しれっと勝とう。しれっと勝とう。おいおい、バカにされたものね。ヤフンと言わせてやるぜっけすよ。あれ、相手の士気が上がっちゃった。何がしたかったんだよ。以上、茅森さんだけ残って、では解散。いい予感がする。よし残ろう。だから普通悪い予感だろう。地獄を見てくるといいよ。そう言われると期待感が増すな。絶対大変な目に遭うぞ。お願いします。隊長として部隊の指揮をするための講義を始めます。もしかして勉強？ええ、精子をかけるので
ビシバシやります。ちなみに同じ講義を受けた山脇さんは自力で立てなくなって担架で運ばれて部屋に帰りました。怖すぎる。あなたたちセラフ部隊はキャンサーと戦うのだけど、式には二つ大きな目的があるわ。一つは誰が何を行うかを明確にすること。これは戦闘訓練で学んでもらうから今はいいわ。もう一つの目的は部隊員全員がどの方角を向くかを決めること。すでに難しい。茅森さん、例えば左斜め前に敵がいると指示があったらどうするの？左斜めってこのまま左斜めなら、あなたの後ろに横を向いた泉さんがいたとして左斜め前と指示したら、横だったな、後ろ左斜め、あれ？ほら、混乱するわよね。戦場でそうならないよう約束事を決めておくのよ。クロックポジションというのだけど、聞いたことないかしら？ない。アナログ時計を水平に置いた状態を思い浮かべて。進行方向が12時よ。敵や警戒する者、目標物などがある方向を時計の何時方向に見立てて、全員に方角を指示するの。敵は360度どこから攻撃してくるかわからないし、一瞬を争うから方角は非常に重要なのよ。で、もう一つルールよ。あなたが12時と指示したら部隊全体の進行方向と同じということ。だけど仮に泉12時方向に敵へと泉さんに指示したら、泉さんから見て正面となるわ。泉さんが必ずしも進行方向を向いているとは限らないためよ。隊長を辞退します。ダメよ、ちゃんと覚えなさい。これからは 31A だけじゃなく他の部隊とも合同で行動するわ。その時困るのはあなたたちよ。無理だよ、難しすぎるもん。だから今からビシバシその体に叩き込んであげるのよ。誰か助けて。3時方向。指示が遅い。考えている間に敵の攻撃が来たらどうするの？9時方向。全然遅い。仲間を死なせたいの？18時方向。クロックポジションにそんな時間はない。6時方向でしょ。はい、次。こんなところかしら。あなたの指示で残りの隊員もお疲れ様。限界。案の定大変な目に遭ってきたみたいだな。1時、10時、4時、8時。何か上ごとを言ってますね。飯食ったらいつも通り元気になるだろう。何どうしたの？フレーバー通りってのがあるんだとよ。フレーバー通り？何それ？いわゆる商店街的なものらしい。時計塔の先にある橋を渡れば行けるってよ。ちょっくら覗きに行くか。ここがフレーバー通りか。想像したよりおしゃれだな。あそこは何だろう。